よし、準備完了。でも何を始める気なんだい？そんなこと聞いちゃうの？うん、やっぱやめとくよ。大丈夫だとは思うけど、後始末は頼んだよ。ルドガー、ちょうどよかった。みんなを呼んで、大至急。ねえルドガー、お願いよ。ミュゼが皆を集めたのか？緊急だって聞いたけど。みんな落ち着いて聞いてね。今夜から明日にかけてこの町に魔物が現れるわ。魔物ね。なぜ急にそのようなことに？分かっていないの。だから大変なのよ。でも知ってしまった以上は私たちが住人を守らないといけないでしょ。市街地に被害が出るのは俺としても望ましくない。私たちがそんなことさせないよ。でもってスクープもいただきだね。あの、その話ミュゼはどうやって知ったんですか？ある情報筋よ。情報筋？ええ、秘密の、うん、だから秘密だって言ったでしょ。いずれにせよ町の守りを固めておいて損はないだろう。ええ、そうよ。二手に分かれて町の様子を見守るのが良さそうだな。あ、では。あ、ミラは私とは別々よ。精霊は二人しかいないんだから別々の方が何かと役に立つでしょね。それは構わないの。決まりね。やった！作戦通りね！はぁ！何かなったみたいね。無事終わったな。被害が出なくて幸いだったが、妙なやつだったな。まずい。どうして？暴走している。止めるぞ。愛の魔物、こいつは一体。こんなつもりじゃ。ユゼ、お前体勢が
シルエンガゾン、ジャレーンガゾン、リンクシャリエンセンシャリジャリトスバク、シエンゾン、やっちゃいます、思いっきり激しくお願い、最後一緒にクルールグラビティ、ラテス、なんてこと？それ！ミューゼ、お前が仕組んだのか。ミューゼ、ごめんなさい。ちょっとやりすぎたね。もう冗談じゃ済まないんじゃない。スクープになるとか言ってたのは誰だっけかな。アルビンは黙ってて。つまり僕たちと仲良くなりたくてやったってこと？それにしちゃやりすぎたかもな。みんなともっと仲良くなれると思って、ミラが大切に思っているみんなだからごめんなさい。いや、私が謝るべきかもしれない。すまなかった、ミラ。変に気を使わせてしまったな。だが次は実行する前に一言相談してほしい。まあ今回のことは許してあげる。正直ミュゼの気持ち嬉しかったし。これからもよろしくね、ミュゼ。みんな、これでミュゼの考えは分からなくなったな。察するものはあった。今のあいつはミラにべったりだが、それでも前を向いて生きようとしている。二度とこんな騒動はごめんだがな。